4本でサインもさせていただいております。次サインもでもらって帰ってくれればと思います。中説明書いてます。でサインの前にまず膝の長さ合わせます。だいたいね、ウエストのあたりでね、ズボンの長さを合わせます。2人で遊ぶかな。2人の長さでいきましょう。あまた紐いらないから肩で切っちゃいます。肩持ってて、あれ、どうなった。基本の遊び方、手のひらを上にして2人ともやってみよう。力こぶを作って上からまっすぐ投げ下ろすというような姿勢で回ります。手を返して手を叩くと戻ってくるから、よし。手を叩いてみましょう。3、2、1、ポン。戻すよ。戻ってきた。手が内にされて戻してあげてください。ありがとうございます。でサインしていきます。次やってみよう。みんな交代でやってみましょう。はい、じゃあパンチね、ここまで待ってください。じゃあパンチして、はい、じゃあ3、2、1、5、ポン。戻す。あ、まあいいよ、ポン。引っ張って戻してください。はい、ありがとう。こんな感じでサインしていきます。東京モーターショー2011ご来場記念にね、ヨーヨーの方はね、いかがでしょうか。本日最終日、2011年12月11日の日付で採用させていただいております。ありがとうございます。片東京モーターショーのオフィシャルグッズ、まあ、そして後ろの方で今ね、これ見た方がいいです。すごいですね、これニコニコマークになるのかな。 T シャツ、さあライブで作っております。こちらの方はさあどんな形になるんでしょうか。白い T シャツにどん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 ね、色がついていきます。 T シャツワークショッププリンティングをプロデュースとバイアゾットということでね、こちら T シャツマシンを持ち込んで現場でね、 T シャツの色をつけていきます。もしよかったらもっとこか見てください。これそうですね、一発合わせなんでね、はあ、ピンクと青がね、こんな風になってどうなるのかも不思議な感じです。普段はね、一色で作っている T シャツなんですが、今日はね、こちらの方ライブで作っております。アーティスティックな感じのロゴの配色に、ね、なります。皆さん2000円でお買い求めいただきます。そして買うだけじゃなくて自分自身で作っていただくこともできますので、ぜひ T シャツ制作も、ね、体験を、ね、してみていただければと思います。さあ、今日はね、間もなく準備ができたら始めていくと思いますが、さあ、どんな感じになるんでしょうか。ロゴはね、想像がつきません。さあ、まずは白い T シャツが出てきます。まだ白いです。はい、お子様サイズ。ちなみに欲しいよって方いらっしゃいますか。自分のサイズに合わせて作っちゃいますけど、いらっしゃらないですか。さあ、これ一体かな。さあ、どんな風になるのか。ちなみに普通にやるとこんな感じ、一色ロゴになります。普通にやると一色。さあ、しかしね、こんな風にロゴの形に置きました。さあ、シルクスクリーンといってね、抜けているところだけ色が付く仕組みになってます。レンガ状にプリントボックスとね、同じような仕組みなんですが、さあ、T シャツ用のインク、特殊なインクで一瞬で色をつけていきます。それでは行きます。3、2、2、3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 、
ああ、できますか。はい、あの、これはこれであり、ピンクターンをご用意してきました。こんな感じでね、オリジナルで T シャツを作っていただくことができます。こちらの方は T シャツワークショッププリンティングプロデュースバイアゾット。ぜひ皆さんもチャレンジをしていただければと思います。ちなみに今作っている T シャツね、どれも2000円でね、お買い求めいただくこともね、できちゃいます。いかがでしょうか？いらっしゃいませ。東京モーターショーのお外の記念品、余裕はいかがでしょうか。